はい、ですね、本日この鉄板焼き&ワイン円というお店にやってきました。はい、まあ、ここはね、アベノハルカスの14階にありますのでね、ぜひね、来てみてはいかがでしょうか。ではちょっと入ってみたいと思います。はい、今日はですね、アベノハルカスに来まして、まあ、まずはお昼ご飯から、いただきたいと思います。はい、続きまして、お肉料理もね、いただきたいと思います。これね、ニンニクとね、一緒にちょっと食べてね、はい、食べてみます。あ、美味しい。うん、食べてみな。美味しいですね。もうね、ちょっと違うんで、ちょっと食べてみたいと思います。これね、塩ちょっとね、つけて。あ、お忘れいたします。プライムハラムステーキでございます。はい、置いといてもらって。 150g です。失礼します。はい、これがアメリカ産だよね。うん、じゃあこっちもちょっとね、いただきます。あ、これも柔らかそう。これね、これはね、こっちらしいんで、はい、ね、あ、うまい。うん、美味しいですね。はい、ですね、これ展望台の入場券買いまして、こっからね、バーコードをかざしてこう入れるということですね。こっちか。はい、じゃあちょっと行ってみたいと思います。はい、これに登っていくということですね。60階まである。ライトショーです。はい、向こう側でライト。これは上に上がっていくんだ。はい、閉まりましたね。おお、上がっていく、上がっていく。あー、早い早い早い、すごいや。ね、気持ち悪いな。飛行機みたいですね。あ、首が痛い。首が痛いね。高い高い高いとこ、うわ怖え。高いとこ苦手なんだよね。わあ、これはね、すごくね、いいですね、景色がね。うん、こういう感じで。うん、ね、あー、すごい高いな。いやー、これ大阪を一望できるね。はい、いいですね、素晴らしい。どれ、赤い橋があります。赤い橋、あ、なんだろうね、あれ。わかんない。うん、はあ、でもすごいな。どれ、あ、ほんまやな。うん、わかんない。うん、人がまるでアリのようだ。あ、ゴミのようだが。いやー、素晴らしいね、この景色がいいね。大阪城どの辺だ、あれかな、 あれだわ。そう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 、うん、天王寺の駅、これね。すごいね、なかなかいい景色だ。はい、大阪城も見えてますね。はい、ここにね、これ大阪城ですね。はい、綺麗に見えてますね。おお、
阪城です。いやー素晴らしい景色だ。うん、いやーすごいな、足がすくむ。うひょーすげえな。うわ怖え。いい、すんごいね。うわ大阪のこちらは海側ですね。はい、素晴らしいね。海側でずっと向こうに一望できると。怖くない？俺高いとこ苦手やからダメだわ。うわもう怖いわ。はあ。ほいあれないか、USJ USJ あるんです。どっかあるやろなあ。わからんな。いい高いな。ああ怖い怖い。はい、こちらは南側を向いてますね。うん、南側はこういう感じなんですね。いやこれもねなかなか、はい、あのとこに墓地があったりね。いやーやっぱりねいい感じですね。あれなんだろう、うん、わかんないな。いやー素晴らしい景色です。はいはい、これはねヤンマースタジアム長井といって昔のね長井陸上競技場らしいですね。こんなところにあるんだ。そしてこの辺この先ねちょっと今日曇ってるんですけど大仙古墳があるらしくて、モズ古市古墳ですね。古墳群ですね。ちょっとね今日ね天気があんまり良くないんでね、はい、見れないですけど、はいはい、こちらはパイン飴ソフトクリームですね。ちょっといただきたいと思います。はい、こちらスカイブルーラテ、妻がねこれを頼みました。私はパイン飴ソフトクリームですね。ちょっといただきたいと思います。はい、ここはねちょうど中庭みたいなとこなんですけど意外とねあったかくてこんな感じなんですね。はい、あったかいな。あ、でもこの辺は結構寒い。あ、向こうもなんか見えるね。ちょっと行ってみよう。はいはい、そしてこの58階にはねこういうこたつでねなんかくつろぐお店があるらしくて、まあ、ここねまだ開いてないんですけど、これでみんなこたつあるよねすごいな。こういうのはなかなかちょっとねヒヤッとするんで案外こういうこたつ合うかもしれないですね。はい、そしてね向こうから入ってきたんですけどこっち向くとね 300m って書いてるんですよね。はい、あなるほどな、こういうふうに書かれてるんですね。はい、ということで58階でした。